とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに最強武器ランキングやっていきたいと思います。この数ヶ月で結構変わったと思いますが、どんな感じでしょうか。では、行きます。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。どれぐらい個人的かというと、俺は夏が嫌いです。暑いから。冬の方が全然マシだよね。着込めばいいんだが。逆に冬の方が好きっていう人もいるじゃないですか。それぐらい個人的です。それでは最強武器ランキングやっていきましょう。第5位からです。第5位は2つあります。まず1つ目。囁く槍ですね。囁く槍はキノコが必要ありません。なので、アーティファクト欄が結構自由な感じになっていいですね。キノコがいらない理由はエコーだよね。エコーがあってかなり快適に攻撃ができるのでキノコは必要ありません。そしてリーチがとにかく長い。多分全武器中ナンバーワンじゃない？リーチの長さ。それがね、使いやすい要因だと思います。ただ、横には、リーチが長くないので、重力は必須。そして、虚無もあると、結構噛み合います。続いて、同じく第5位ですね。もう一つは、骨の棍棒ですね。骨の棍棒も、槍と同じく、キノコはいりません。キノコなしで、全然攻撃早くできますので、いい感じですね。ただ、羽でぴょんぴょんするので、とにかく忙しいです。これはね、かなり慣れが必要になってくるんですけども、忙しい。でも強い、装備です。これに合うエンチャントですけども、アーティファクトシナジー。これはね、必ず入れた方がいいです。羽でぴょんとして一度攻撃する。ぴょんとして一度攻撃する。こういう感じなので、アーティファクトシナジーがとにかく噛み合います。そして、敵のど真ん中に突っ込んでいくタイプなので、リフレッシュは必ず必要になるでしょう。続いて最強武器ランキング第4位です。第4位2つあります。4位も2つあるんだよね。まず1つ目、ツタのムチですね。ツタのムチはね、あんまり使ってなかったんだけども、理想的なエンチャを手に入れて使うとかなり使い心地は良かったです。ツタのムチ、キノコいりません。キノコいらずに羽でぴょんぴょんしながら攻撃で全然早く攻撃できます。ただ、これは骨のコンボと同じく忙しい。もうとにかく忙しいんですよ。で、火力を出すためにはアーティファクトシナジー、そしてダイナモが必要になってきます。ツタのムチはね、覆われた怒りと同じく、毒を持ってます。で、毒の性能も同じで、攻撃力が上がれば上がるほど毒ダメージが増えます。これがね、かなり強いのでおすすめです。ただし忙しくって戦いには慣れが必要です。注意してください。続いて同じく第4位の武器です。第4位は星なき夜ですね。これは昔から使っててすごく使い心地のいい装備です。まず重力なしで動いていけるっていうのがものすごく快適。攻撃範囲が広いのでね、重力はいりません。そして、元々の火力が強くって、他にもエンチャントで持っていける。で、それで無駄にならないっていうのがいいですよね。オーバーダメージも周りの敵に与えていくことができる装備なので、それがかなり使いやすい要因ではないでしょうか。星なき夜は、虚無、そしてリフレッシュが合うと思います。あとね、効果力を出すためにダイナモもしくは痛みサイクルが入ってるともっと快適になりますよ。それでは第3位いきましょう。最強武器ランキング第3位はビースティンガーもしくはいてつく金属片、このどちらかですね。どっちかというと、ビースティンガーの方がおすすめできますかね。蜂が強い。で、このレイピア系は昔ね、弱いと思ってたんだけども、実は強かったんだよね。キノコは必要ありません。でも、キノコの代わりに、
パワーシェーカーをつける必要があります。このパワーシェーカーがとにかく強いんだ。近接武器はトゲに弱いのよ。とにかくトゲに弱い。でもこのパワーシェーカーをつけたビースティンガー、トゲに強いのよ。これが強みだと思います。結構使いやすいのでかなりおすすめできる装備ですね。で、エンチャント、これにね注意してください。攻撃範囲が狭いので重力は必須です。重力必須。そして虚無があればダメージが上がるので虚無も入れた方がいいです。そしてできれば輝きもおすすめ。輝きを入れてるとついでに回復もできるので安定感が増します。なかなか、限定的なエンチャントを選ぶとなると難しいんだけども、重力と虚無輝きどちらかが入ってると使ってもいいんじゃないですか。それでは最強武器ランキング第2位です。第2位、すいません、2つあります。これも2つあるんですよ。まず1つ目が誕生と終焉ですね。これも昔は弱いと思ってた。でも使ってみたら全然強かった。DPS を一度全部測ってみたんだけども、この誕生と終焉ダントツでトップでした。ダントツトップの DPS、 それが強い。やっぱり、もともと虚無がついてるっていうところがすごくいいですよね。で、これ戦うにあたって羽が必要なんだけども、とにかく忙しいです。もう忙しい。それがねちょっと弱点になるかな。忙しいので結構めんどくさい装備なんですけども強いです。やっぱりね、もともと吸血がついてるっていうのが一番の、いいところじゃないかな。吸血がついてると、5% 吸収なんだよ。 HP5% 吸収なんだけども、それがでかい。すごく使い勝手がいいですね。誕生と終焉、おすすめエンチャントは重力、これ絶対必要です。重力を入れてください。で、敵のど真ん中に突っ込んでいくと思いますのでリフレッシュで火力を出すためにダイナモ、この3つは、おすすめできますね。とにかく重力とリフレッシュ、この2つは絶対に入れるようにしてください。そして第2位、2つ目です。2つ目がですね、心を奪うものですね。これね、 DPS はそんなに高くないんですよ。意外と低めなんだけども、もともと吸血がついてる、これがやっぱりいいんだよね。回復手段がついてるっていうのがすごいね、安定感を増して使いやすいです。すごくいい。で、心奪うものおすすめエンチャが、重力、リフレッシュ、そして虚無ですね。この3つは入れた方がいいと思います。それプラスで、高火力のダイナモ、もしくは、痛みサイクルなんかもいいかもしれませんね。2位は誕生終焉、そして心を奪うもの、吸血がもともとついてる装備ですね。安定感が違います。それでは最強武器ランキング第1位に行きます。第1位、すいません、2つあります。1位も2つあるんですよね。まず1つ目、ソーブレードです。機械化ソーブレードでも壊れたソーブレードでもどちらでも構いません。性能はそんなに大差ないですね。とにかく火力が高い、もう全武器中ナンバーワン、ダントツですね。ダントツで範囲が狭いのよ。とにかく範囲が狭いので重力は必須になります。で、このソーブレード、アーティファクトのキノコとドラはいりません。2ついらないのよ。だいたいね、どの武器でも、ドラは必要だと思うんだけども、ソーブレードに限ってはドラはいらない。ただし釣り竿は必要だよ。釣り竿は必要なんだけども、ドラとキノコがいらない、この2ついらないっていうのは結構でかいです。もうナイトメアモッドの敵以外だったらもうどんなやつでも簡単に粉砕できるので、アーティファクトが軽くなる、これがいいですね。ただしエンチャントはちょっと選びます。おすすめなのは重力とダイナモ、この2つは絶対です。重力ダイナモは絶対で、それにさらに、アーティファクトシナジー、これが入ってると、
火力がものすごい増しますし、リフレッシュも入れてると、敵をすぐ倒せるのでポーションバリアが使い放題になるっていうことで、なかなかいい感じです。まあ厳選は難しいとは思うんですけども、ものすげえ強いです。そして第1位、2つ目、まあこっちの方が、トップだね。こっちが1位で、ソーブレードは 1.5 位ぐらい、そういう感じだと思ってください。1位は覆われた怒りですね。まあこれは間違いないでしょう。とにかく強い。範囲が広すぎるし、毒のダメージが強い。これ以上のやつは多分今のところ出てきてないですね。ただね、羽でぴょんぴょんしてやるのでちょっと忙しいです。なので若干の慣れは必要になってくると思います。まあ雑魚敵でもボス敵でも、まあこれ持っていけば間違いないっていう装備ですね。で、おすすめのエンチャント、まあ絶対に必要かなっていうのは、リフレッシュ、そして虚無、この2つですね。リフレッシュと虚無は、絶対に必要かなと思います。で、それにさらに高火力の、アーティファクトシナジー、そして痛みサイクルダイナモ、これあたりを入れてると、間違いないです。はい、まあちょっとね、限定的なエンチャになるので難しいかもしれないですけども、まあゲットするとめちゃくちゃ強いです。おすすめですね。はい、ということで今日は最強武器ランキング久しぶりにやってみました。こんな感じですね。個人的な意見が入っておりますのでよろしくお願いします。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。